はい。台はピュアラブです。茨城県龍ヶ崎市で4月中旬から下旬にかけて市役所の幹部級3人課長1人課長補佐2人が相次いで 丸しました。龍ヶ崎市では3月に完成談合事件が発覚して副市長と龍ヶ崎市の社会福祉協議会副会長が逮捕されています。 そのため、4月の市役所の幹部級3人の丸も、談合事件絡みで、口封じのために、暴力団に丸されたのではないかと、地元ではささやかれています。 マルした三人は、完成談合事件の鍵を握るキーマンだったそうです。龍ヶ崎市は、地元の人によると、松葉会の企業社邸の企業が多く、 松葉会の影響力が非常に強い街だそうです。今回の丸した三人も地元の方たちが言われているように松葉会に丸されたとしか思えませんね。 警察とマスメディアが即座に丸認定していることからも非常に闇が深い事件だと思います。えー、龍ヶ崎市ではね、もうここも松葉会系のお店なのかとかね、 この企業も松葉会系なのかとかね。ま、そんなところばかりみたいですね。もうそれくらいこの松葉会の影響力というのがね。ま、非常に強いということのようです。ご視聴いただきありがとうございました。